皆さんこんにちは。手で考える3回目です。2020年春からの新型コロナウイルス流行でプチプチによる対面授業ができなくなりました。そこでプチプチに変えて紙やポリ袋など身近な物体や印刷したプチプチワークシートを工夫しました。また私が過去に開発した対話支援法二次元マップ、触知マップ、WIFI について手の動きを意識化する過程を付け加え手で考える6つの方法としました。昨年後期に6つの方法により勤務先の大学で公衆衛生学の遠隔授業を行いました。6つの方法とは、まず1番、100人の村ワークシート。印刷した100個のプチプチの図から人々をイメージします。出生率や死亡率など分数からの現象把握を直感的に行いました。2番目、二次元マップ。座標平面上で言葉のカードを配列展開する方法です。公衆衛生にはさまざまな言葉や概念が出てきますが、それぞれの言葉を自分との関連で位置づけることができました。3番目、触知マップ。座標平面上で小さな立体を配列展開します。歴史上の人物や当時の調査方法を身近な存在としてイメージすることができました。4番目、WIFI。大切なことは何かと3回問いかけ、自分の存在を振り返り交流する方法です。自分自身と他の人々への関心を育て、社会的な課題を共感的に捉えることができました。5番、四辺立ち。紙を折ってできる微細な段差に触れ、生活面心理面の段差を想起します。公衆衛生で胎児の発育や高齢者保険で終末期の乗り越え方を考えるときに役に立ちました。6番、ポリ袋立ち。折る、膨らませるなどの操作で存在感が変化するポリ袋に触れ、人と存在をイメージします。精神保険で心という目で見えない対象への働きかけを考えるときに有効でした。以上、コロナ禍の下で実践した手で考える授業を紹介しました。テキスト「手で考える公衆衛生学」はリポジトリで公開していますので、ぜひご覧ください。さて、コロナ禍が2年目も終わりに近づいている今、看護大学でも患者さんに出会うのが難しい状況が続き、病院環境を仮想現実として体験する試みも始まっています。いや、看護だけでなく世界全体が人工知能やバーチャルリアリティを取り入れ、コロナの影響で動きが加速しています。しかし、そんなに急ぐ必要があるでしょうか。私たち人間の体は、私たちの手は、まだまだとんでもない能力を内に秘めています。電子的なものを使わなくても感じ考えることができます。そのことに私はプチプチがきっかけで目覚めました。今はプチプチから手で考えるための新しい本を書き進めています。皆さんも一緒に手で考え始めてみませんか？